ルアズはスペインカスティーリアイレオン州サラマンカ県ビジャレスデラレーナに本拠地を置くサッカークラブ。ホームスタジアムは収容人数17,431人のエスタディオ・イルマンティコ。現在は西軍ダ・ディビジオン B に在籍している。2013年に UD サラマンカが解散され UD サラマンカが保持していたリザーブチームが このサラマンカ CF アズの母体となった。その後、そのリザーブチームの名称を CDCF サラマンカとし、このクラブがリザーブチーム時代に在籍していたテルセーラディシオンに所属することになった。しかし2015年、スペインサッカー連盟がテルセーラに所属することを認めず、2015から16シーズンは地域リーグから再スタートさせられた。 六部での一シーズン目をリーグ優勝で飾ると、そのシーズンから三シーズン連続で昇格し続け、2018から19シーズンからはセグンダディビシオン B にところ属している。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。同じ町に拠点を置く、ウニオニスタスでサラマンカ CF との間にはライバル関係がある。 両クラブは共に2013年に消滅した UD、サラマンカの流れを組んでおり、サラマンカ CF アズは UD サラマンカのリザーブチームが母体であり、一方、ウニオニスタスでサラマンカ c f は u d サラマンカのサポータークラブが設立したクラブである。よって、両者の間にはどちらが正当な後継クラブであるかという争い意識がある。ありがとうございます。